ボサボサだよ。ボサボサだよ。ボサボサにしよう。テロ、今日のテロップはボサボサです。ボサボサだよ。なんだこの毛。ボサボサなんだよ。どうしようかな。こういうのはもう先にやっとけって話なんだよ。もうよく言われる。何でも全部のこと言われる。先にやってきなさいって。前もう何でも言われる。え、そう、握手会の日程出てたでしょ。それ何、私何歩だ、何歩ね、何歩だったあゆ。え、マジ声でっか。イエーイ。ほら、あ、何、え、何、え、何、本当に4部、え、何、本当に横浜だけ、え横浜だけ、え、あのさ、私のルームなのにリカタンいないのって言って、何、いるわけないじゃん。公演の日じゃないのに。もう何なの。毎回いるの。なんかどんな人も、どんな、でも多分ピュアなんだろうね。リカタンのことが好きで、なんだけど、そこが好きで、アブコなんかあるんじゃないかと。いねえ。公演の時ぐらいで多分いるの。ワンちゃん悟って、もう大体いないじゃん。そう、いないよ。ここにいます。これこれこれです。リカタンは。いや、いいんだけどさ、別に怒ってないんだけど、怒ってないんだけど、いないじゃん。で、え、なんだっけ、ほう、わかんなくなっちゃった。あ、そう、え、4部、本当に4部、本当に4部なの、本当に4部、4部、本当に、ウレピー、やったー、ただいま、おかえりー。嬉しい。やばい、忘れよう。今のは忘れなかったことにしよう。ん、忘れなかったことにしよう。へみたいな。あぶね、忘れて。今のは私も忘れる、みんなも忘れよう。これまとめたらおこだからね。やめて、絶対絶対まとめないで。あのショールームの切り取りみたいなやつ、ツイッターで、あれやめて。これはちょっと待って、眉マスカラ塗っていい。突然の眉マスカラ、ちょっと待って、ちょっと待って、いっぱい話したいことあるんだけど、ちょっととりあえず眉マスカラだけ塗っていい。ちょっとどうしても眉毛が気になって、だから先にせえって話なんだよね。ごめんなさい、私もそう思う。でも時がもう5時じゃった。はい、もう大丈夫です。ほ、できた、やった、嬉しい。4部制だって。イエイイエイイエイ、ピースピース。嬉しい、本当に嬉しい。ねえ、みんなやったね。指ハートしちゃった。ちょっとあんまりみんなに指ハートしたことないけど、ありがとう。嬉しいんだけど、イエイ。ねえ、目指せ完売を頑張るぞ。目指せ5部頑張るぞ。嬉しいね、みんな嬉しい、やった。
嬉しい。みんな握手会来てね。本当はもう握手会になると私もこんなボサボサじゃないからね。もうちょっとちゃんと気合は入れます。うん、これ、うん、嬉しい。初めましての人も来てほしいですね。本当に全くそう。うん、で昨日は陸泡があったわけなんですが、昨日と一昨日、あ、動画見た、あら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 、待って、春はどこから来るのか、青春だけ、世界はどこまで青空なのか、下の名で呼べたのはマックス315号、今日は負けでもいい。 NGT48 は6曲かなランクイン。嬉しい、やったね、ありがたいです本当にね、本当にすごい、本当に本当にめでたい、ありがとうございます。なんだろう、6曲以外にもその NGT の曲、まあ、48グループの楽曲全部なんですけど、みんなが好きだなって曲をまず投票してくれたことがありがたく、はい、それによって盛り上がるわけじゃない、だからね、ありがとうございました。今年も盛り上げていただけて、はい、嬉しかったです。私あんまりリクアワ投票期間の時にあんまり、なんだろう、うん、この曲入れてとか、この曲歌いたいなみたいなのをがっつり言えてなかったんだけど、でも6曲も嬉しかったですね、ありがとうございます本当に、ありがとう、めっちゃ嬉しかった。うん、お、幸運の女神中間発表マジ4位、やったあ、そう、なんかこの話をすると、あのね、コンシェルジュのやつじゃんけんがあるんですけど、あの今 NGT48 のアプリが2個あって物語の方、 NGT48 物語の方とじゃんけん AI コンシェルジュの方があって、それはなんかね、推しメンがね、なんか天気とか教えてくれるんですよ。なんかスケジュール管理とかもできたりとかするんだけど、なんか、あ、めっちゃ喋る、なんかそのなんだっけ、親密度を上げれば上げるほど私めっちゃ喋ります。うん、ちょっとでも時間があればじゃんけん、あら、ありがとう、そうそうそう、そうで、そのじゃんけんはなんだろう、じゃんけんみんなやってる？そのね、1位になるとあれなんですよ、1位になるとね、イベントができるんですよ、リアル、リアルで。そう、 AI あ、言うたら賢いんですよ。そうなんですよ、なんかガチャあるじゃん、ガチャの S レアとか星4つがマックスなのかな、そういうカードをいっぱい持ってれば持ってるほどその勝った時にそのなんだろう、ボーナスポイントみたいなのが増えるんですよ。だからカードを持ってた方が有利なんだって。そう、それ1位になったらいいなって思ってた、だけどどうかなって私そう、推しメンをあゆにしてなきゃ意味ないから、推しメン登録、うん、だからね、そうなんですよ。みんなが、みんなの力が一つになればきっと1位にはなる、1位になるのではないでしょうかといったところで、そう、期間がねそんな長くないんだよな。あゆ太郎のカード引いた、やったじゃん、あれパジャマのやつでしょ、みたいな、みたいな
みたいなやつでしょ、こういう定期勝つ方法、なんだろう、わかんない三択だ、三択、かな。はい、そう、みんな多分わけわかってないと思うんだよな。なんかみんな、なんじゃこりゃーみたいななんじゃこりゃーみたいな人いっぱいいるかな。うん、三択ですね。あ、パジャマは物語か。え、コンシェルジュ、それなんかどっちもねあって、どっちも良さがあるので、どっちもやってもらえたらなと思います。はい、パジャマ物語と間違えた、ペーごめんなさい。そんな感じで、あとは何喋ろう、リクアは何話す、リクアの話もうちょっとする。そこけたんだよこけたんですよ、マジやばい、私の足終わってるこけた、普通に、普通にこけたマジ恥ずかしかった。うん、そうなん、あ、そうそうです、そうです、なんか、博多座を通していろんなメンバーさんとお知り合いになれたので、なんかいつものリクアワと全然違うなーって思った。なんか「はっ!」みたいな「はっ!」みたいなそう、なんかなんとかさんだなんとかさんだっていう、今まではなんかもう本当にね、その小さなとこで生きてたですけど、そう、それがすごい嬉しかったし、そうなんですよ、お話もできて、人見知りでこれぐらい治ったんじゃないかな、これぐらい、そう、会えたしね、そうなんですよ、ふんふん、うれぴー、そう、お邪魔します、ようこそ。歯についた今絶対、だって歯に グキってだって、あ、え、あれ、うん、かけた、口紅が、リップが、見て、あのネイルしたい、マジでネイルしたいのよねネイルしたい、そのうちする、よろっとしないと、うん、あ、ファンの方かな、菅原真也さん、仲良くなれたんです、嬉しい。あ、そう、奈緒さんともいっぱい喋れましたイエーイ、ね、なんかマジバチバイ、バチがいかと思う、みんな可愛くてほんと、あーあってなる、自分なんかもう自分ぶっさみたいな本当に無理うん本当に、え、ちちちちち、本当にそういうのいい、そういうのよくて、本当にだって今日本当に本当に嫌だ、本当に自分の顔嫌だそうなんですよ、
あ、嬉しい。15分経った。だからね、え、何？なんで焼き餅焼いてんのみんな。ウケる。なんで？何に？誰に？ウケる。え、ウケる。うん、しゃんない、しゃんない。あ、いいよ、行ってきな。全然いいよ。うんだよね。うちガチ恋が多いからさ、おもろいな。ふん。おもろい、雪餅焼いてんの。面白い。うん。おもろ。ね、これもさ、安定した。ありがとう、だるま。アイテム。Thank you. どういうこと？今何時だ？あと10分ぐらい？そう、陸上は楽しかった。明日は夢しなでしょ？明後日は十人十色だから、人体楽しみ。当たった？ジュニートゥール当たった人、初2020年初トイロ。あ、え、何？結構当たってる。当たってない。あ、みんな入んじゃん。みんな当たってんじゃん。そんなことない？みんな外れてる？外れてる人もいますね。いっぱいしたいね。十人十色公演。うん、外れちゃってる人もちらほらちらほら。頑張るわ。DMM でちゃんとレッスン送るから、みんなすねないで。握手も4分制になったことですし。しつこい。だって嬉しいってもんね、しょうがないじゃんね。はい、ご機嫌だよ、もう本当にご機嫌。イエーイ。嬉しい、なんか久々に嬉しいことあった。嬉しい。握手会に行って出てるけど、さっき出てたか、あいまだ 何日かよく分かってないから、後でまとめますね。P。うん。なんだろう。個人的にね。7月まであるよ、だって。夏の予定までバッチリですね。はい、うん、嬉しい。関西は違うの？ステージ衣装着て握手すんの？マジ？
髪飾りつけれないんだけど自分で。どうしよう。ごめん、髪飾りつけれない自分で。ごめん。どうしよう。つけれないよ。ねえ、メイクさんいるかな。サーメ、サーメんだけど。ステージ衣装の日は10時から。え、2部からってこと。あ、1部、何。サーメ、サーメて。あ、1部が遅い。新潟雪降った。あ、え、越後湯沢マジ雪降ってたよ。越後湯沢マジ雪降ってたよとか流れだけど、マジ湯沢の方めっちゃついてたよ。ついてたよじゃないや。積もってたよ。うん、湯沢の方すごかった。わー、ハートがいっぱい、ハートがいっぱい、ありがとう。東京ね、東京雨降ってた、雪降ってたね。なんかでも全然寒くなかった。なんかなんで、なんか新潟で雪降ってる時と東京で雪降ってる時全然違う。なんか別に全然東京の雪全然寒くなかった。なんでだろう。なんかさ、豪雪みたいな言ってたからさ、マジかと思ったら豪雪じゃないかったね。そうだ、なんか私はもうなんかもう湯沢をさ、そう想像したの。違った。間違えた。私の想像が間違ってた。うん、あ、気温のさ、そうそう、だびっくりした。なんかだから結構ビビってたんだけど大丈夫だった、意外と。うん、あ、そっか、東京は備えが、そうだね、降らないが普通だもんね。降らないことの方が多いもんね。確かに。みぞれ。ね、寒い。寒い寒い。確かに。冬も雪ふ、車、何？スノータイヤじゃないからか。明日の配信は、夢品の、準備中にするかな。あさってもそう、寒いにするしようと思ってる。恋の引力に逆らえ、ちゃんちゃんちゃん、チチ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 チ、ハートちょっとだけ浮いちゃえ、ちゃんちゃんちゃん、布団だけ大好きな人、タラッタラッタン、タラッタ、お願い、テレポ。10人隊の公演はレスしまくり放題。レス送り放題なのよ。だって大好きな人でもポン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 。混雑したカフェテリアで仲間たちととか、呼び捨てにしてほしいの、付き合っているみたいにみんながいる。まあほら、もういっぱいできちゃう。すごいね。いや本当にレスやってるじゃんね。本当にやってるんだから。12秒はあんまないね。ラブ修行、あ、ほら、あなたにラブ修行をでしょ。あとは、パレオはないな。不器用太陽もないね。今日負けもないね。でもいっぱいあるから。マックスとき、あなたと一緒に。あれでしょ？うん。そう。頑張ります。 DMM にも S をいっぱい送りたいなと思います。
そう、アブコナ指輪ね。最近マジでアブコナ推し多くなったなって思う。だけどどう？でもこれはみんなうちのファンっていうか私のファンの人だもんな。私のファンの人はみんな好きだと思うんだけど、アブコナの由来めっちゃ聞かれるんだよね。もう何回も言ってんだけどさ、でも何それってなるよね。なんかお互いいる、なんかあのお互いのうんちアンチアンチからですね。油すましって妖怪と粉きじって妖怪に言われてまして、そっからですね、アブコナです。妖怪から来てます。そうなのよ、アンチがつけてくれたんですよ。アンチがつけたわけじゃないんだけど、なんか私アンチから粉きじって呼ばれてるんだよね、私アンチから油すましって呼ばれてんだよねって、えって油すましと粉きじじいだねみたいになって、そっからです。こんな会話したか全然覚えてないけど、どんな話してそうなったか全然覚えてないんだけど、妖怪から来てる。まあまあ似てる、まあまあ似てて笑う。見てみ、私油すましなんだけど似てるから。なんか垂れ具合が似てんだよな。そう、そう似てんだよな。だから見てくれてるんだよね、そういう人たちって。でもその最近アブコナ推しがなんか増えてきてんと、あとアブコナの知名度、まあなんだろう、リカタンの知名度もゴリッゴリにあるけど、私のことは知ってる人なんか全然いないと思うんだけど、なんかアブコナで隣のバナナとかやってから結構知ってくれる人が多くなって嬉しいですね。そう嬉しい。30分もだと1分、あらあら、2人の楽曲、うわ面白そう。なんか質問、インスタの質問っても来てたんだけど、おもろいよね、リカワで2人で立ったら絶対カオス、100カオス、1万%カオス。みんなポカーンってしてると思う、みんなもうアブコナ推しとかみんなってなってると思う。それかこうやって見てるかの二択だと思う。はい、歌歌わないって、しゃべりのみってこと。確かに、でも緊張しちゃうかもな。だからあれはこうね、ホームでやってるのが一番いいんだと思う。私たちはなんかもうそんな大きなとこにまずは出ずに、こうね、ホームで温かい皆様に囲まれて、徐々にがいいのではないでしょうかね。いずれはアブコナで何かしたいけどね、音質。エネルギー回復したよ。そうだよ、すごいでしょ、すごいんだから。何が。はい、こんな感じで鼻水が30分なったから、そろっと終わろうかなと思います。
はい、握手会も4分制だったことですしね、本当に嬉しいんだけど、みんなそんな嬉しくないでしょ。本当に嬉しいんだけど、ありがとう、みんなのおかげです。本当にありがとう、来てくれるみんながいなかったら本当にこんなことになってないから、本当に感謝です。本当にありがとうございます。ぜひ 4部じゃねえや握手会に来てもらえたらいいなと思うんですけど、なんかこのショールーム見てくれてる人もいずれ来てほしいなって思うし、配信ありがとう、こちらこそありがとうございます。はい握手会なんかいろんな特典もあるみたいなので、後でまとめてツイッターとか ネットじゃない SNS にあげますね。ではまた明日、公演前かな、またこの時間ちょい遅めくらいかも、よかったら見に来てください。バイバーイ、おしまい。